鳥谷越、明大、宗山塁がリーグ戦通算116安打。東京六大学野球、総大、明大、第6週第3日、21日、神宮、今週ドラフト1指名が決定的な明大、宗山塁内野手、4年、広陵、がリーグ戦通算安打を116本とした。6回の第2打席で、総大、伊藤一樹からの打球は2塁へ詰まった頃になったものの、俊足を生かして内野安打をもぎ取った、阪神などで活躍した鳥谷敬司、43、が総大時代にマークした115安打に並び、リーグ歴代9位タイとなった。さらに8回の第4打席で伊藤一樹から右前田を放ち、通算116本目としたリーグ歴代8位タイに浮上した。宗山は即戦力有力士として24日に行われるプロ野球ドラフト会議の目玉的存在、すでに広島が当日の1位指名を公言している。現時点でドラフト1位競合確実という評価は間違いないと思います。守備力は群を抜いておりますし、打力も文句なし、走塁は課題ありとのことですね。ホークスファンです。宗山くんに行くのはいいんだけど、結構抽選に弱いイメージがあるんだよね。今は内野も競争が激しいわけだし、先々のことを考えるなら投手王国をもう一度再建してほしいな。個人的には1、2位で即戦力投手を指名してほしいな。守備という意味ではドラフト時点の実力では歴代屈指ではないでしょうか。これだけショートの守備ができる選手はプロでもそうそういない。守備で通用しないイメージは全くなくて、あとはバッティングがどこまで対応できるかでしょうね。鳥谷クラスになる可能性は秘めているってことか。ファースト以外の内野ならフィットしそうだし、最悪は外野に回しても1年目から使いたいチームはあるはず。12球団で何球団が1位指名するかワクワクやね。怪我さえなければ間違いなく活躍できると素人でも言い切れる逸材。実力的には鳥谷より上、打撃は小部で、守備は宗山選手の方がはるかにうまい。宮本が鳥谷の大学時代の方が上って YouTube で言ってたぞ。やっぱり大学通算131本打ってた高山俊ってすごかったんだな。六大学のヒット数なんてあまり関係ないことを高山が証明してしまったからな。宗山も強豪、金丸も強豪、奈良阪神は地元の金丸に行くわな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。